セルツは、フランス、グランテスト地域圏、バイコールラン圏のコミューン。街は、ライン側に近くソエル川が流れる。セルツの1 0キロメートル東、ライン側東岸は、ドイツの都市ラシタットである。ストラスブールから、ローターブールへと広がる氾濫源や草原が占める、北リード地方に位置する。アルザスの北端地方である、ウトルフォレ地方の一部でもある。 ユーロベロ15号線が街を通る。セリッツではライン川を往来することが容易であるため、街は長い歴史を持つ。ケルト人はこの地をセレーソと呼び、ローマ人はセレーシオと呼ばれる街の近くに駐屯地を作った。これら古い時代の一石が1900年代に発掘されている。メロビング町時代はセロナと呼ばれ、カロリング町時代はサルツとなり城があった。 968年、神聖ローマ皇帝夫一世は、セルツ及び近隣の村を皇后アーデルハイトへ与えた。アーデルハイトは999年にセルツ修道院で没している。彼女の墓は巡礼地となった。1085年、ストラスブール大司教がアーデルハイトの劣勢調査を行った。ホー主タウフェン朝の元セルツは都市の権利を授けられ、 1357年に皇帝カール4世が都市の位に引き上げた参照元イヘスト INSEE。ありがとうございます。